間違いないですよとか言ってそりゃそうやろ私は間違いないあれ伝説でしょ後半戦は某あの企画に寄せましてカードをめくっていただいてそこに書いてあるテーマについてちょっと語っていきたいなと思います。はい、あの好きなものを引いていただいて、はい、どれでもいいです、もうその中から、はいはいはい、大阪のおすすめな場所や実は教えたくない場所。あ、大阪生まれ大阪育ちでセレッソ大阪プロサッカー選手として14年、めちゃくちゃいっぱいあると思いますけども、で俺も教えてほしいもん、なんかおすすめとか。いや俺結構ね、うん、そんな知らないんですよおすすめ。まあまあまあ、けど知らない中でもさ、まあ、よう行くなとか教えたくないなとか、あこの景色好きやなとかさ、なんかそういったところは、まあお店とかでも具体的に言っちゃってもいいんかな、何々料理屋とかでも。うん、確かにね、うん、いやけどな、一人暮らしの時はよく桜川にある定食屋さんで、あよく行ってましたけどね。桜川ですか。桜川あたりにある、ほんま桜好きやね定食屋さんはよく行ってましたね。お花っていうね定食屋なんですけど、あそう、何それ、日替わりが美味しいとか、なんかメニューは決まってんの。いや、まあ、まあそうですね、大体決まってますね。当時ね、キムソンギ、おソンギな、知ってるよ、と結構行ってましたね。ソンギ君にもともと教えてもらって、で、まあ、一緒に行ったりもしてたし、で一人でも行くようになって、俺なかなか一人であんまりこう新しい店とか定食屋さんとかちょっと行きづらいんですよ。今日なんかそこは居心地も良くて、なんか好きな、確かにこう新しく入ってくる選手だったりとかってなんか定食屋やっぱ聞いてくるよね、この一人聞いてきますね、というかな、うん、そこがおすすめと、うん、今もう大何年も行ってないんですけど、昔は行ってて、まあ、よけどちょっと行ってみたいな。もう大丈夫ですか、おすすめ。おすすめ、はい、このペースで行くと大阪城あたり、大阪城、うん、になんか罠が入ってるところ分かります、うん、あの分かる分かるよ、はい、うん、その結構ご飯屋さんをあるね。あそこも結構おすすめ。確かに雰囲気いいよな、雰囲気いいし、あそこな綺麗やし、確かに確かに、公園あるし、あるね、大阪城はあるし、結構子供と行ったりしますね。そうやね、まあ、なんか食べて、なんかクレープ屋さんとかもあるから、あるね、ちょっと子供たちとクレープ食べて、今遊ばしたり、確かにあるね。なんかまあ大阪に住んでたらあるのが当たり前でいつでも行けるわっていうので行かんけど、確かに改めてあそこ行くと、いやいいっすよ、確かにな、なんかパワーもらえる感じするわ。店あるんですよ、おすすめ。おすすめですね、出てきた、出てました、そこよ、出てました、確かに。じゃあ次頂点行きますか、もうセンターフォワード。あサッカーのシステムやったん、そうなんです、ケーキかなと思ったら4バック2ブランチ1トップみたいな感じやったん。やっぱちょっとサッカー離れてあれっすね、頭なくなりましたね感じ素晴らしいな。いきます、はい、酒元アンバサダーと似ているということで話題にもなっていたと思いますが、それにまつわるエピソードは、はい、これも長なるで、これはね、さんほんこれは長なりますよ、長なる、ありすぎて、うん、これはほんまにおもろいやつじゃない。いや、おもろいというか髪型もちょっと似てましたしね。似てたな、なんか似てたな、うん、で今もちょっと危なかったよな、あのしっかりパーマやる前はちょっと危なかったよな、そうそう長さとあのパーマの落ちかけの感じで言うと、うん、よかったよ、この企画前にバチッとやってくれて。なんすか、いっぱいありますよほんまに。いやいや、もうどんどん言っていってよ、もうそのまあ普通に間違えられましたよね、ファンサの時。あ、もう普通そうですよね、なんかシャケさんに、うん、マライス選手とか、うん、そう、あの俺が、うん、その佐山選手っていうのほんまありましたよね、うん、あったあったあった、あって、うん、まあ最初はね、あったし、カードももう俺はなんかシャケさんのカード出される、シャケさんも俺のカード出されるって、うん、
で最初はね、うん、ちゃうでって言ってたけど、うん、途中からちょっと話し合って、うん、もう書こうっていう、うん、もうそこに自分のサインを書くというもうそれで多分、まあ、何人っていうか結構やってるから長い時間、あれこれ17、まあ俺のやつだって17番やけど14番で書いてるっていうのは絶対あると思います、いっぱいね、はい、ようありましたよね、ようあった。でなんかさ、あれなかったっけ、なんか何これあべこべなってモテるやんみたいな、丸のユニフォーム持って丸にシャケさんみたいな、サインくださいみたいな、わかる、うん、わかるわかる、丸のユニフォーム持ってんのに丸にシャケさん、シャケさんみたいな、何をしてるんこれっていう、あれわざとですかね、わざとなんかな、なんすかね、ほんまにちょっとなんか多すぎてちょっとイラッとした時もありましたもん正直、あ、まだお前そのステージ、うん、全然もう一個何も感じない無理だった、はい、ちょっと俺途中そこあったんですよ、イラッとするやつ、また間違ってるまた間違ってると思って、いや俺ね、黙ったんすか、そのステージはもうほんま一段飛ばしピョンっていうぐらい、もう、うん、いちょっと若かったからかな、なんかちょっと、あ、そう待って、いやもうそんなばっかりやったよな、それでそれこうファンサービスだったりこうしててさ、で丸さん、丸選手サインくださいなんて、で次シャケさん間違いないですよとか言って、そりゃそうやろ、私は間違いない、いや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 、それはそうやな、間違えたらあかんのよそもそも、私は間違いない、私は間違いない、面白い、面白いんよ、めちゃめちゃ、だからまあちょっと隣とかで、えっみたいな、えシャケさん丸とか何これみたいなあれあんなんやるな、ほんま、それはあったな、いやあるよ、その時期マジで多かったっす、多かったな、まあまあけどええ思い出というか、うん、そうっすね、いい思い出ですよね今となっては、うん、まあいい思い出やし、あの、まあ、エピソードで言うとさ、丸に、まあ、その話もしたと思うけど、あの北野さんが目の錯覚が起こったのか、うん、俺5分ぐらいずっと丸橋として喋られてで丸橋として話を終了して途中で冗談かなと思ってあ、そういういじりしてくんねん、で丸もっとお前こうで熱く行こうぜで最後バチーン、うん、ありがとうございます、でそこで誰やったか覚えてないけど、もうニコニコしながら聞いてるやつおってあれはね、いやけどね、俺酒飲むですって言ったんで最初、たぶん丸って言って酒飲むですって言ったけど、いやいや丸みたいなで5分ぐらいずっと喋ってたんよ、いやいや丸そんなお前とか酒飲むですって最初言ったのに、いやいや丸違う違うとかって、多分ほんまに北野さんもわけわからないなってたんやろな、めっちゃおもろいですね、それすごいよ、忘れもせへん、いやほんまよくね入ってくる選手は ね、 ねけどますよ、ね、さちょっと似てるとかさ不安やったらさあんま言えへんやん、そうやって、うん、確実に番号見て丸さんとかさ、番号見て酒本さんってこうなるけどさ、はい、あの人ハート強すぎて絶対自分はこうやって思ったらさ丸みたいな、いや酒本です、え丸ってすごくんなあったんすね、うん、だから大体似てて分からなかったりする後に聞くやん、あの仲良くなってもう区別つくようになってから、だけどシャケさんと丸やっぱ似てて最初分かんなかったりするぐらいの、うん、それはもうよう聞きました、そうやろ、うん、けど不安やったからさそこまで喋らんやんか、北野さんも全然違ったよ、いやつけへんな、いや話がまだなんか考えたら出てきそうですけどね、いきますか、いいっすか、あ、スリーバックにしない、はい、説明変更、オフの日は何をしていますか、これはもう、まあ、これはもうパッて終われるわ、家族サービスです、あいいですね、ペースいいですね、テンポいいですね、やっとこういう感じでポンポンいきましょうかスマホのロック画面は何、はい、これは、はい、後ろ姿っす、誰のええ感じの俺と子供2人の、あ、
続いてもう3つですか、全部行く感じですか、もうもう行きますか、もう行きましょう。シャケさんの秘密、はい、秘密をバラしてください。ほう、他の選手でもいいと書いてますけど他の選手でもかっていうやつ、かっていうやつ。シャケさんの秘密ってなんすかね、隠してないですもんね、うん、全部言ってるっす。そうやな、うーん、なんかあるかな、実はガリガリみたいな太ってるわあーけどシャケさんと一緒にやってた時は、うんうん、もう一生ツムツムやってませんでした。ツムツムやってました。ありがとうございます。ほんまにずっとやってましたよね、うん、もう練習ね終わってからとか、うん、まあ、練習前のこのちょっと準備の前とか、はい、楽しくて可愛くて、もう今ねあのちょっと消しちゃったんやけど、消しちゃったんです。ほんまにありがとうございますっていう感謝の気持ち込めて消した。やり長い間本当にありがとうございます。ほんまに行き詰まるとかあるやん、そういうゲームってさ、もうこれ以上、うん、そんなのを何回も何回も乗り越えてほんまの天井ぶち当たってもう跳ね返るしかない、下に行くしかない、それやったらもうお別れしようっていう泣く泣く。だからつむつむやってる時も俺がずっとさもうやり続けてすごい記録とか出してんのにさ、マルとかさ吉野とかさ、だって強いやつ、この一番新しいすげえ強いキャラクターとってさ、俺の曲ブンとか抜いたりするやん。いましたね今日ね、日曜日が締め切り、そうやね、だからランキングのネタかなって思わしといてギリギリで1位にしてくんねんな12時のね、そうね、起きてる時はもうランキング 目離さないかな、ほなちょっと油断さしといて8位とか画面に乗らんぐらいから一気にグッってくんねんな、あれあれがね、あの時はあれが楽しかったっすね。あまだ、あ、シャキさんそうやね、そうやね、用意しようとか言ってくれたら、あいつもうあるでランキング締め切るでっていうで、ね、朝起きてみたらおい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 、シャキさん1だいつやったそういうのもありましたね。あったな、まあ、それ、そんなぐらいかな、秘密って言ったら、まあ、あとはあんま別に喋れるような、喋れるようなじゃある別にまあけどそんなないよな秘密、うん、次行きます、次行きますか、はい、後半結構テンポいいんじゃないですか、行きますか、じゃあ次お願いします、はい、セレッソ大阪の中で仲のいい先輩後輩は、うん、確かにね、いろんな選手がこう、まあ、違うチーム行ったり、まあ後輩も出入りして入れ替わってる中で、まあ丸が一番長いっていう感じで言うとどうなの、こう仲いい人結構出ていくんですよねこれは怖いよね、うん、そういうのね、なんかあるんちゃうかな思うぐらい仲いい選手でどんどん行くんですよ。確かにね、確かに、というかまあまあで今は、うん、まあ山下君はもう、まあまあそうだね、もうまあ清うんもうまあおるし、まあ、なんか何年かずっとおる選手は結構な、まあまあうも言わずな、うん、リクとかもそうだし、うん、ジンヒョンもね、確かに、まあ そうなってくるやろなって思うけど、そうですね、じゃあ今年入った新入団の選手でいうとこう全校入ろう、もうそうですね、全校ケイちゃんか、ケイちゃんは上っす、上か2個上ぐらいでいうと、もう飯行ったりだとか喋ったり 遊びにはいかんが、うん、今年で。でもなんかそんな中めちゃめちゃいいっていう人はいないですよ。全然もう喋るけど、全然普通に喋るけどそんながっつりは絡んでないかなって感じですね。そう今あれはユースのソータとかさ、リュウヤとか、あ先輩として敬ってくんのって来てほしいんですけどね。ユース組からはなんかしっかり敬語で喋られる感じっす、ね、そう何か知らんけど、まあけどあんだけ何個離れてるのソータなんて14マニアのええな、丸橋にしては飯連れていかないのか、じゃあ14離れてる。だってソータもそうだね、そこまで喋ってないっすねソータとも。ソータだって14個離れててユースの先輩って神に近い存在じゃないのお前、丸なんて思うんすけどね、神いってると思うんすけど、神いってるぐらい上やんな、うん、ただ剣佑の名言で10個以上離れた先輩は離れすぎてようわからんから友達って
5個まではなんか同期。あ、そうそう、あ、じゃあ、そう、5個上が同期で、5個以上はちょっと先輩みたいな。で、10個以上はようわからんから友達とか言って。じゃあもう次、もう、はい、はい、めぐっていただいて。バッグの中に絶対入っているものは、まあ、財布、うん、鍵、うん、ティッシュ、うん、くらいかな。バッグの中に絶対入ってるもの、俺もそれやわ、うん、バッグ、あとまあトイレ行った時用のちょっとちっちゃいタオル、タオル、財布、鍵、まあ、ティッシュ、ハンカチ、誰でもそうです。誰でもそれは入ってます。ただ僕たち見てる方たちが知りたいのはそういうことじゃないんですよ。感じてくださいよ。遠征の時に必ず持っていくんだ、誰かな、マイクマだったかな、アイマスクっていう、あの、あ、はいはい、目温めるやつ、ああいうやつはもう持ってきますとか、うん、化粧水、うん、ジェル、うん、ヒゲ剃り、うん、ボディクリーム、うん、ぐらいかな。それ全員持っていくんやそれね、うん、大体みんな持っていくやつなんや。そうか、うん、なんかあるかな。いや、ありました。逆に聞きたい。現役中とか今カバンの中とかなんかグイグイ来るけどいや俺のは別に興味ないから。いや、俺がある、まあ、俺がある、俺がある。なんか変わったものあります？じゃあ今ね、変わってるかな、あのコロナワクチン3回目接種の証明書は持ち歩いてるけどえ、ありですか？ありですか？ありやな。ありですか？ありやな。ありがとうございます。大事ですしね、はい、それすぐ証明できるから何かあってもそれは、はい、めっちゃおもろいやん。ありがとうございます。さすがっすね。いやいやいや、もういいの持ってますね。いやいやいや、もうそんなことないです。なんかあるかな。すいません、ね、グミとかないの？グミ、あ、グミ入れてる。おいグミめっちゃ好きなんですよ。そうやろ、めっちゃグミ食ってたもんな。わかるわ、ゴイチロ君と。そうやろ、うん、グミめっちゃ好きでしょ。好き、キヨも好きやろ。キヨグミ、グミばっか食ってもんなあいつら。天才ってやっぱグミ好きなんですかね。グミ食おうかなマジで。いや確かにグミ好き。それでかな、それでグミ食い出したんかな。二人の天才、天才性で、うん、スター性でグミ食べたいな。スター性で何を食べてんや思ったら二人とも。確かにグミ食ってんな。それで俺食い出したんかな。なんか知らんけどグミめっちゃ好きになったんですよ。確かにちょっとグミ買って帰ろうかな。ちょっとあんま食ったことないな、グミって。まあ、グミいいんちゃう、うん、荷物はどうなん、こう少ない方なん、多い方なん、そ遠征行ったりとか。申し訳さんと一緒です。もうめっちゃ少ない。少ないよな。そうやね、俺キャンプも、キャンプもこれぐらいのカバンいっかな。いや、ほんまびっくりしますよね。いや、でもありがたいことにやっぱ練習着持っていかんでいい、スパンク持っていかんでいいやから。自分の荷物なんてホテル着だけ持っていけばいいだけやん。だからもうキャンプとかもちっちゃいカバン一つ行ったな、ね、昔コケさんね、ホース持ってた。コケさんはもうあいつ片足靴下片足履き忘れて革靴履いて集合時間ギリギリにしてバスに飛び込んできて、でカバン以上持って、お前カバンはっつったらまとめた領収書とホースしか履いてお前何しに行くん革靴に片一方だけ靴下今回も何しに行くお前宮崎キャンプやでお前すごいな。でみんなにホテル着貸してもらって2週間近く我慢したけどあれ伝説でしょ爆笑してほんまに遅刻しかけたんやなってほんまに焦ったらね、ほんまに焦って靴下もでは、はい、もう最後の一枚よろしくお願いします、はい、最後にサポーターに一言メッセージをお願いします。熱い熱い熱すぎるメッセージよろしくお願いします。そうですね、まあ引き続き熱い応援をよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、まあ、普段あんまり丸のねこういった話も、まあ、こういう感じはするけど、こういざこういろんな人に見ていただくというのは、まあ、また近々やりたいですね。そうですね、まだちょっと話足りてないですね。そうですね、まあ、とりあえず怪我直して、そうですね、はい、丸の
やっぱグラウンドでね活躍してる姿っていうのをこうたくさんの人がこう待ちわびてると思うんで、はい、しっかり直して、そうですね、はい、また今順調に来てるんで、はいはいはい、ピッチで、はい、躍動する姿を期待します、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。A sustainable future. Yanmar.